牧野駅は、滋賀県高島市牧野町西浜神田にある西日本旅客鉄道湖西線の駅である。駅番号は JRB12。当駅は日本の駅では珍しいカタカナ表記の駅名である。これは、開業当時の所在自治体である牧野町に由来するものであるが、町名は牧野高原スキー場にちなんだものである。なお、開業当時、国鉄駅で、 カタカナ表記の駅名は他に、ニセコ駅のみであった。ホーム相対式ホーム2面2線を有する高架駅で、ある。大見中小型に、両当たり線があるため、停留所ではなかった。しかし、2019年4月時点で、配線変更は行わずに出発、場内信号機を、閉塞信号機に変更して停留所として、運用されている。改札口は1カ所のみ。 当駅に停車する列車は最大でも8両編成である。片田駅が管理する簡易宅駅である。窓口では以前はポス端末が設置されていたが、2019年10月以降は携帯車発揮によるレシート型の乗車券と手書きによる補充定期券の発券に変更されている。早朝と夜間は無人となる。自動券売機が設置されている。なお、 自動改札機は未設置となっているが、カードリーダーが設置されており、愛国家の利用が可能である。日中時間帯は新快速のみ1時間あたり1本が停車する。滋賀県統計所によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。近くに琵琶湖がありかきは、水泳客で賑わう。保養地という土地柄、湖岸に沿ってホテルやペンションが数個立ち並ぶ。高島市。 コミュニティバスの国境、大見中小駅、牧野高原方面への路線と乗り合いタクシーの路線がある。当期には湖国バスによる国境高原スノーパー区域の臨時バスが運行される。なお、この路線は高島市コミュニティバスではない。ありがとうございます。